皆さんこんにちは。今回はステンレスのスケトー 100A のパイプを VB のパターン1で溶接していきます。今から1層目の溶接をしていくのですが、このパイプを見てわかる通りパイプが少し斜めに切れていたので隙間があります。なのでこのまま溶接をしてしまうと穴が開いてしまうことがあるので、まずは穴を埋めていきます。隙間がない場合はこの穴埋め作業はしなくても大丈夫です。今回は切りながらではなく連続で高い電流で裏波を出していくので、少し流し気味の状態で溶接をしていきます。それでは隙間を埋める溶接をしていきます。このように棒を入れずに流し気味の状態でポジショナーを回していけばすぐに貝先が埋まってくれます。この時に穴が開きそうになった場合はたまに棒を数滴落として穴が開かないようにしながら、そのプールを伸ばして隙間を埋めていってください。この隙間を埋めることによってシールの効きも良くなりますし、裏波を出す作業をしている時に穴が開くことも防げます。ポジショナーの速度ですが、僕は VB をやる際初層から最終層まで速度を変えたりはしなく、初層から最終層までポジショナーのスピードはずっと統一しています。 VB 度はタングステンの長さ、ノズルの角度、ポジショナー速度、ペダルを踏む時間、電流、棒径、棒の量、振り方で見た目が変わりますので、いろいろなパターンを今後紹介していきます。こちらが隙間埋め作業を終えたビード外観です。このビードは今から裏波を出すのに隠れますので、見た目は全然綺麗じゃなくて大丈夫です。ただし、よもりを上げすぎてしまうと、裏波の出が遅くなりますので、なるべく棒は入れないように薄く仕上げてください。それでは、裏波溶接をしていきます。今までは反復で切りながらの裏波の出し方の紹介をよくしていましたが、今回は高めの電流で連続で溶接をしていきます。反復同様、プールがしっかり揺れて少し沈んだのが分かったら棒を入れてよもりを出す。そして少し前に行ってまた沈むのを待って、沈んだら棒を入れてよもりを出すっていうのを繰り返しています。ドン付きの場合はここで棒の量を少し多めに入れて面位置で仕上げますと、次の層の溶接が比較的やりやすくなります。なので僕も面位置になるように棒の量を調整して溶接をしています。この時に進むこのピッチを揃えると裏波の見た目も綺麗になります。しっかりと沈むのを待って棒の量をたくさん入れると高さがしっかり出た裏波になり、棒の量を少しにすると低めの裏波にすることができます。なので VB 度をしていて裏が抜けてしまうという方などは裏波の高さを多めに出してあげると裏が抜けにくくなります。慣れてなくて裏を抜いてしまう間はしっかりと裏波の高さを出してあげた方が安全かなと思います。それとこの連続で裏波を出していく方法がまだ難しいという方は、こちらの切りながら裏波を出していく方法を練習してみてください。この上のリンクをタップすると動画に飛べます。今のこの方法はプールが沈むのを待ってから棒を入れるという方法で溶接をしていますが、先に棒を入れてそのよもりが下に落ちてから進むという方法でも大丈夫です。ただ沈むのが分かりやすいのが僕的には棒を入れる前に沈ませてからというのが分かりやすいので、その方法をよく使用しています。逆に棒を入れて膨らましてから沈むのを待つという方法が沈みが分かりやすい方は、そちらの方法でやってもらえばいいと思います。最後のつなぎはプールが揺れるのを確認して少しだけの棒を数回落としていくという方法でつないでいます。ここでも同じ量の棒を入れてしまうと最後のつなぎの高さがとても高くなってしまいます。こちらが裏波溶接を終えたビード外観です。しっかりと裏波が出ているときはステンレスでも鉄でもですが、この真ん中に筋のようなものが入ります。この真ん中に線が入っていれば基本的には裏波は絶対出ているので、この筋が確認できればこの段階で裏波チェックは必要ないと思います。しっかりとよもりの方もテンパイに近い状態になっているので、このまま最終層の溶接がしやすい状態で始めれます。で、このビード外観が焼けている場合はこのようにカップワイヤー等で焼けをしっかり除去してから次の溶接をするようにしてください。それをするだけでもビードのノリが全然違います。焼けを除去するとしっかりと真ん中に筋が入っているのがわかると思います。こちらが裏波の状態です。それでは最終層を溶接するのですが、トーチの動きはこのような感じです。
この動画の冒頭に書いていた動かし方と全く同じ方法でウィービングをしていきます。上下にウィービングをして下に来た時にペダルを踏むというのを繰り返していきます。それでは最終層の溶接をしていきます。こちらも鉄同様、少し上り気味の状態で溶接をしてください。ステンレスと鉄の違いなんですけど、鉄はトーチの角度をしっかりと立てても全く問題なく V ビードの溶接ができるんですが、ステンレスの場合は少し立てすぎるとガスの当たりが悪すぎて綺麗に肉がつかなくて溶接が難しいです。なので鉄よりはトーチの角度を少し寝かせて溶接をするようにしています。トーチを寝かせるのと立てるのでもビードの外観が変わりますので、それはまたいろいろなパターンの動画を投稿します。この映像を見てわかると思いますが、僕が意識しているのはウィービング1往復に対して上から下までの間は棒が常に入り続けている状態にしています。この棒が入っていない時間が長くなると裏に抜けてしまいますので注意してください。あとはこのペダルの踏む時間でもビードの外観が変わりますので、そちらもいろいろなパターンを紹介していきます。この V ビードは本当に溶接スピードが速いので、ぜひ皆さんも習得してみてください。こちらが最終層を終えたビード外観です。くっきりとした V になっているのがこのパート1の V ビードの作り方です。全部のパターンを撮影していきますので、また編集が終わり次第投稿していきます。今回のウィービング方法でしっかりと目を飛ばしながらウィービングをするとこのような粗い V 形状になります。こういうのもまた投稿していこうと思います。フランジの溶接や半自動やアーク溶接なども撮影していますので、また編集が終わり次第投稿しますので楽しみにしててください。それではこれで今回の動画を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。